関心マイライフの時間です。この時間は慶寿総合病院の取り組みなどについて皆さんにご紹介しています。慶寿総合病院看護部長代理の本橋俊美さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。では本橋さんから簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、ですね、私今の看護師になりまして、今年で30年目ですかね、ちょうど。はい、で慶寿の方では実はまあ25年目になります。その前までは、金沢医科大学の方で5年間勤めて、まあ、結婚を機にまあこちらの方へ移ってきたんですけど、今現在、25年勤めさせてまあいただいている、そんな状況ですね。ということはご出身はもうここの七尾、中野戸町になるんですけど、はい、まあ、実家も、まあ、中野戸なんですけれど、まあ、一応中野戸の方に嫁いで、子供3人の、まあ、一応母親ということで仕事をしてます。お母さんもしながら仕事もされる、はい、そうですね。看護師さんは夜も忙しかったりするので、やっぱり大変だったんじゃないですか。そうですね、本当に私たちのお仕事は、まあ、夜勤もありますので、その時にはやはり子育てっていうところに関しては、まあ、もちろん主人もそうなんですけれど、まあ、実はその嫁ぎ先の両親がやっぱり面倒を見てくれたっていうこともありますね。ご家族の助けがあって、はい、この仕事を続けてこられた。そうですね、はい、本当にそう思います。でもう本当に今核家族っていうかね、なかなか皆さんこう両親のこう手助けをもらえない看護師も多くなってるんですけど、まあ、私たちの時代は結構両親のこう助けをねいただいてこう働くことができたので、まあ、幸せだったなと思いますね。そうやってご家族の皆さんにも感謝できるっていうのがまた素敵だなと思います。それもすごい笑顔が素敵で本当ですか。今まで話してくださってるので、多分その家庭の環境も良くって、そしてこちらの慶寿でももちろん25年ずっと勤めてこられたわけですから、やっぱりここが好きでいてくださってるのかなと。本当ですね、はい、やりがいがありますよね。そうですか。ではこの25年経って、今看護部長代理になりました、はい、以前は副部長さんだったと伺いましたけれども、はい、副部長からその部長の代理、気持ちは変わりましたか。そうですね、やっぱり立場が違うので、部長代理ということで、今回私たちこの看護部の体制の中で、実は看護部の職員っていうのは現在417名いるんです。でそのうち看護師は、まあ、35名、その他に看護補助をしてくれる方が67名で、まあ、410数名の、まあ、スタッフを抱えているので、まあ、そこの、まあ、トップっていうことで、非常にその責任感も強くなりますし、決断力とかまとめていくっていうところでは非常にこう肩にのしかかるものは多かったですね。今その部長代になって、まあ、大体2ヶ月ぐらいですか。やっぱり責任感が変わってきましたか。そうですね、実は本当にこう最初その立場になる時にやっぱり責任感すごく重くって、こう重圧感もすごかったんですけど、こう周りを支えてくれるスタッフがいて、すごくそれで支えられているというか、あ、頑張らないといけないなっていう気持ちになりましたね。とっても本当にいいスタッフに恵まれてますね。はあ、一緒に働いている方とのそのまあ協力、これってすごく大事だし、きっと患者さんにも伝わっているんじゃないかな。今なんか話して涙が生まれてるんですけどね、本当にいい環境で仕事もされてるのかなと思いますが、まあ、でもその涙でやっぱりこの2ヶ月間も結構やっぱりご自身の心の変化とか、ね、その責任の重さとかも、ね、あるのかもしれませんけれどもね。でそうやってでもきっと優しい気持ちで患者さんにも携わってくださってるのかなと思いますけれども、はいはい、そのまでまでその看護部長代理ということで今回もお話を伺っていますけれども、
具体的にはその看護部をまとめるとか、うん、具体的にはどんな取り組みをされていらっしゃいますか？そうですね、まあ、初めてっていうか、まあ、本当に上に立つっていうことで、周りをもうみんなのことを知りたいっていうのがもう一番あるのと、看護師が生き生きとこう働けるそういうまあ病院を目指したいなっていう思いになったので、まあ、400名近くのまあ一人一人とまあ関わりたい。でも、まあ、なかなかね難しいことなんですけど、風通しのいい、まあ、看護部を作っていきたいなっていうのはありますね。そうですね、なんて言っても人数が多いですから、400名以上いらっしゃる方をまとめる、でなおかつ命を扱っていらっしゃいますから、すごく気を使われることももちろん多いでしょう、仕事も厳しいと思います、その中で皆さんにそうやって心配ってね、今からも頑張っていっていただきたいなと思いますし、それから患者さんの皆さんにもメッセージもいただきたいんですけれども、はい、病院へ、ね、来られる方は、まあ、何かとね、まあ、心とかもね不安を抱えている方が多いので、まあ、私たちは、まあ、あの病気にも関わりますけれど、患者さんのそばに寄り添って心のケアもねしていきたいなと思っています。そして、私たち看護師が非常にその心が穏やかであれば、患者さんにも、ね、優しく接することができるようになりますので、そういうところで、まあ、スタッフみんなが心穏やかに仕事ができるような、まあ、そういう職場も作っていきたいなと思っています。スタッフが心穏やかに、確かにそれはすごく大事なことかなと思います。その看護師さんがなんか怖い顔してるとすごくなんかもうただでさえ病気で行くのにねドキドキしてるのにね、そういうこともあると思うので、ではね本橋さんがまず第一線で笑顔で、はい、そうですね、はい、笑顔を絶やすことなくやっていきたいですね。そうですね、今も本当にもうなんか笑顔だったり涙ぐんだったりすごくなんだかのね、可愛らしい方って言ったら失礼かもしれないんですけれども、とても人間味のある、本当になんか心も本当に綺麗な方なんだなっていうふうにすごい思ったので、あの患者さんも安心して関わっていただきたいですし、それからその400名以上の皆さんたちも引っ張っていっていただきたいと思います。今日本当にどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。定時総合病院看護部長代理の本橋利美さんでした。